マグナレーナ・アウグスタ・フォン・アンハルト・ゼルプストは、ドイツのアンハルト・ゼルプスト家の子女で、ザクセン・ゴータールテンブルク公・フリードリヒ2世の妻。アンハルト・ゼルプスト公・カールビル・ヘルムと、その妻で、ザクセン・バイセン・フェルス公、アウグストの娘であるゾフィーの間の、第三次、長女として生まれた。同族の、メイには、ロシア女帝エカチェリーナ2世がいる。 1696年6月17日、ゴータにおいて、ザクセンゴータ・アルテンブルク公爵家の当主フリードリヒ2世と結婚した。ゴータの宮廷図書館に残された書館からは、公爵夫妻が愛情深く幸福な夫婦生活を送ったことが伺われる。夫妻の間には19人もの子が誕生している。フリードリヒ2世は1705年、アルテンブルクに妻の名前にちなんだ。 マグダレーナ修道院を建設している。マグダレーナは、末娘のアウグスタに、イギリス王常時二世の着男である、ウェールズ皇、フレデリック・ルイスとの縁談が持ち込まれた際、この縁組に反対した。幼い娘が、イギリス人に囲まれ、進化にドイツ語でなく英語で話す生活を強いられる、ことを心よく思わなかったのである。夫の肖像画を手に持つマグダレーナ、ありがとうございます。